サラマレコも元気でしょうか。おはようございます。今日も行ってみましょう。よろしくお願いします。で、今日ですね、緊急募集です。パキスタンフェスで、演奏する、メンバー募集します。カウアリのメンバー集まれ。ってことなんですけど、そうそう、ね、3年ぶりになんとパキスタンフェスティバルが復活しますということで、そう、東京モーダルミュージッククラブ、私たちの団体では、パキスタンの、ね、スーフィー音楽カウワーリーっていうんですけど、その、コーラス隊を、ね、こうやってみたい人を、ね、募集しております。まあ、コーラス隊じゃなくても、まあ、本当打楽器できる人とか、もしくは、まあ、なんか楽器できる人でも全然いいんですけど、まあ、とりあえずちょっとカウワーリーってなんだってことでちょっと行ってみましょうか。で、パキスタンでこう有名なね、こうカウワーリー音楽って実はパキスタンだけじゃなくて世界中すごい結構実はブレイクしたことがあって、ピーター・ゲイブリエルっていうこうなんかプログレッシブロックのミュージシャンがいるんですけど、でジェネシスってバンドで僕も結構好きだったんですけど、若い時で、その人がなんか90年代にこういろんなこう世界の音楽に傾倒してて、その中で、スーフィーの音楽、特にこうパキスタンのカウワーリーって音楽に傾倒してて、そして、ヌスラット・ファテ・アリ・ハーンっていう、パキスタンのね、このシンガーをこう世界中にこう紹介して、それすごい有名だったんですよ。で、日本にもね90年代横浜に来てますね。で、僕もなんかこうモロッコでねこう旅してる時にこの音楽に触れて、いやなんか友達がかけてたんですけど、これあすげえかっこいい音楽だなと思って、そう、何なんだこれはと思ったらパキスタンで聞いて、へえすごいなと思ってたんですけど、そうで、そうそうそう、でその今回ね、そのメンバー募集してるんですけど、まあ手拍子とね掛け合いの歌パートを主になんですけど、そうで、実は何だろう、そんな未経験でそんなね、そんな伝統ある音楽やって大丈夫かよって恐れ多いじゃないですか。ででも敬意を持って取り組めば、リスペクト持って取り組めば全然OK だと思います。で、なんでかというと、私たち先日ね、茨城さんアフガンパーティー、パキスタンパーティーでね、もう行ってきましたよ、練習してきましたよ、演奏してきましたよ。だからちょっとこれあれか、自分の YouTube だからかけていいかな。ちょっと今ねかけますね。あーやべやべ、ちょっと待って、ごめん、あすいません、なんかねパソコンから僕らの YouTube のこうかけようと思ったらなんかできなかった、ごめんなさい。そうそう、なので、でやってきたんですよ。で、まあ、たった2人でねやりました。で、なんかやろうかな、やる前かなと思ったんですけど、一応ね、やっぱこう、なんか歌物ってね、結構受けるんですよね。なんかみんなやっぱこう、口ずさみやすいしね。そう、だからね、やってきました。なので、まあ、で、2曲だけやったんですけど、だから今回も2曲だけ、ちょっとチャレンジしてみようかなと思って、で、8月の前半にパキスタンイベントが、関東近辺、東京、埼玉で、こう連続してあるんですね。なので、そう、チャンスじゃないですか。もう本番があるっていう時は、ことは、もう本当成長のチャンスなので、もう絶対絶対やった方がいいんですよね。で、実は我々日本人って例えばね3拍子系のリズムがね苦手だったりする人が意外に多かったりするんですけど、その点メロディーのこのなんていうんですか、ピッチ、音程をつかむ能力って結構他の外国諸民族に比べて割と高いなと思ってるんですよね。それはやっぱりこの結構の合唱とか子供の頃から痩せれてるから、もしくはカラオケとかがこう早くも普及してて、カラオケって世界公用語ですからね、うん、津波みたいな感じで、だからそれもあって音痴な人ほんと少ないんですよね。そう、そう、世界的に見てだ結構なんか優秀な人多いから全然いけんじゃねえのと思ってちょっとお誘いしてますね。じゃあちょっとどんな曲やるか、カウワーリーちょっと今やろっか。ちょっと待って、1曲目はねハスピラピって言って、実はアフガニスタン民謡、なんですよ。そう、アフガニスタン民謡を元にサミー・ユーセフって人がなんか英語とかトルコ語とか世界各国のイスラム圏の人口が多いところの言葉でちょっとカバーしたんですね。だからまあレッスン来られてる方絶対知ってるから、まあ、すぐ歌えると思うんですけど、
ね、そうで、ペルシャ語だと、ピャキボレンバーモソムラモモジョンサイリグリラルゾワワデバルジョンサイリグリラルゾワワデバルジョン。で、これをウルトゥ語でやるよって感じと、英語もね、でも他の国のイスラム圏の言語でも全然いいかもしれないですけどね。で、例えばウルコとかだと、オタナキャネヘアラホアラバドシャオキャネヘアラホアラメヘルバオキャネヘアラホアラ。で、参加する人は別にウルド語を歌わなくてもフォーアンラーって言ってればいいだけですね。こう手拍子打って、もうちょっとかな、例えばちょっとリズムつけてやるか。ちょっと待ってね、リズムつけますね。アフガンタブラプレイヤーで、えい、感じでやってみたんですけど、どうですかね。なんかできそうじゃないですか。アラフォアラって言うだけですよね。キャンチシャネヘ、ここでアラフォアラ、アラフォアラ、これを手拍子しながらアラフォアラみたいな感じでこれすごいね、なんかね、トランスになるんですよ。気持ちいいんですよね、本当。ひたすらこのアラフォアラーって言って、別にイスラム教じゃなくても全然いいと思うんですけど、敬意があれば。そうそうそう。で、英語はもう一応あるから、英語もやってもいいかもしれないですね。英語やってみましょうか。えい、オアラーオリオマイティーアラーオアラープロテクミーガイドミーアラーオアラー Pride me, Allah, from Allah, from beholding your beauty, Allah, Allah. Oh, my Lord, accept this, please, Allah, Allah.
で英語版トルコ語版もあるけど、まあ、とりあえず英語と、ウルドゥ語だったらなんかいけそうじゃないですか。そうそう、そういう感じで意外にできるんですよね。でもうね、リズムマシーンこれ使ってもいいよなと思ってるんですけどね、どうですかね、どうなんだろう。でも本番の時PA って言うんですけど、このなんだっけ、オーディオじゃない、こうマイクとか、その辺とうまく連携できるかな。それが微妙、わかんないですけどね。まあ、別にで実はこれラブアブの曲じゃないんですよね。でもまあ別にラブアブでできるし、そうオルガンみたいな、ね、ハルモニウムっていう曲でやったりもするけど、まあ別にいいかなみたいな感じで、そうだからもしかしてラブアブレッスンに来られてる方だったら。なんか余裕じゃないですか。多分ラブアブ弾きたかったら弾いてもいいと思うんですけどね。そうで、この間ね、実は僕ラブアブこの曲は弾かないで友達にお願いして弾いてもらって、僕はなんか歌僕らは歌専門で、歌となんかパーカッションでやったんですよね。だから僕の代わりにラブアブ弾いても全然、まあ、いいんじゃないかなと思います。で、あともう一曲あってね、もう一つめちゃくちゃなんか受けた曲があって、パキスタンの人に「ダン・マスト・カランダル」って曲なんですけど、ちょっと待ってね、このすごいいい曲ですよ。でこれなんか20年前にパキスタンに行った、アフガニスタンに行った人がなんか現地の録音のテープもらってきて、 CD に焼いてくれて僕もらったんですけど、その人なんかそのテープの中で、その CD の中でこれ先生が演奏されてましたね。さっきのハスビラピよりちょっと難易度高いんですけど、まあでもいけますよ。なんかウルドゥ語って私発音結構簡単な方だと思う。
カルマカマイエヘMalaka tu ali 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 aki ja malaka aki ja malaka tu ali 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 aki ja malanga aki ja malanga sachi ape man lenge aki ja malaka sachi ape man lenge aki ja ne kai sale ali ali.
ャマラカサチアピマンレリゲアキジャマラカサチアピマンレリゲアキジャマラカサチアピマンレリゲアキジャマラカサチアピマンレリゲアジメカサリカネアリアリケンゲあ、なんかこんな感じでそう、なんか発音ね、この早口のとこもうちょっと頑張らないとね。あきん、初めてカイサリアリアリケンゲマスト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 、そうですよね、まあ、ちょっともうちょっと頑張ります。まあ、8月までもうちょっとね、もう毎日やりますよ練習ということで。よかった、どうですか皆さん、参加しません？レッスンの方とかレッスン来てる方とか、なんかすごいいい機会だと思いますよ、かなり。うん、ラバーブ弾いてもいいし弾かなくても、あ、でもあれかな、ラバーブは一人でもいいけど俺やってみたいみたいな人、私やってみたいみたいな募集するので、なんかスーフィーの音楽って結構女性ダメとかなんかなったりする場合がある。いや、あんまないですよ。いや、でも大丈夫だと思いますよ。うん、パキスタン結構なんか緩い国なので、そんな、あ、でもスーフィーの音楽でも僕らなんかトルコのスーフィーの音楽やるときも女性の演奏者とか別に普通にいるし、まあ、なんか性別全然関係ないなみたいな感じで、で本番ね、一応服揃えたいと思うので、うちの服をねちょっとこうお貸しするので、まあ、衣装も大丈夫ですよ。うん、ってことで、そう、8月の第1週とかになると思うんですけどね。本当はね、もうちょっと高いキーで、やるかもしれないですね。特にハスピーラッピーの方、これじゃなくて、あっちか、こっちのなんか高いラバーブ、もうちょっとキー高いけど、でも朝だからね、私全然声出ないんですよね。だからちょっと勘弁してください。もしかしたら、ハスピーラッピーもかなり高くやるかもしれないですよ。ピアケボレンバーマザールみたいなやつ、マザーリー行くみたいなやつ。これぐらいでやるかもしれないな。ちょっと普通のなんか上弦のこれで、あ、これ早い。これぐらいでやるかな、多分。Oh Allah, Almighty Allah, Allah, protect me, guide me, Allah, Allah, for your love and mercy, Allah, Allah. Ya Allah, don't deprive me, Allah, Allah, from beholding your beauty.ハスピラピジャララ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 Thank you.
utana kyane he Allah ho Allah Badshah kyane he Allah ho Allah Meherba ho kyane he Allah ho Allah Kyamchi shane he Allah ho Uski sabni shane he Allah ho Allah Sab dilon ki shane he Allah ho Allah Hasbi Rabbi jalala Allah ho Allah Ma fi kalbi kaydunda Allah ho Allah Nur Muhammad sallallahu Allah ho Allah La ilaha あのここハスピラピジャララってこれアラビア語なんですよね。マフィカルビカルラララファル、ノールモハメッサララララファル、ライラファルララファル。これアラビア語なんですよ。だからアラビア語とウルー語のミックスみたいな感じ。いろいろ言語勉強できてなんか楽しいですよね。あとプラスメリットとしてあのパキスタンのイベントってなんかねめちゃくちゃ楽しいんですよね。ちょっとねあのなんていうんですかね本当イエーイみたいな感じみんなでちょっとロックっぽいっていうかプロレスっぽいっていうかでそうなんかパキスタンの人ってアントニオ猪木すごい大好きだったみたいでなんかわかる気がする結構ちょっとロックっぽいっていうかうおーみたいなねそういうなんかみんなでこう盛り上がって叫ぶみたいなねでこうお決まりの挨拶ってかフレーズがあって何かっていうとパキスタンって一人が言うとズインダバーってみんな言うんですけどこのズインダバーってバンザーみたいな感じでなんかねこのいいよねあのごめんなさいねあの国をなんか主張すると結構国境問題とかが出てきちゃって本当パキスタンとの国境問題を揉めてる国とかあんま好きじゃないかもしれないそれ本当申し訳ないんですけどでもなんかこうみんなで一丸になってうおーっと盛り上がるみたいなそういうなんかこうねスカッとしたこう楽しさがあるんですねこう分かりやすい楽しさっていうかロックみたいなうんそうそうそうだからこのカウアリって音楽パキスタンのスーフィ音楽はすっごい分かりやすいと思ううんロックにも通じるなんならベースとかギターとかドラムとか持ってきてもいけるんじゃないドラムはあれかなでもうんギターでも全然できますよねあとねもう一個すごい受けた曲があってそれ何かっていうとペシャワールの曲なんですよねこれ受けたよこれも歌覚えないとちょっと弾きましょうかゼルバガリあれ違うポコポコしてるこんなんじゃないでしょちょっと待ってダダラのダダラ何だったっけこれボンボンしてんなこの音源なんかあんまいいのないいややっぱダダラパシトの3だろこれだなThank you.
ですけど、これね実はやっぱね思ったら歌った方がウケるね。歌ったんですよ。ちょっとしか知らないですけど、結構難しいんですね。これウルド語じゃなくてパシュトゥン語なんですよ。でもすごいウケたな。こんな感じで、そうなんですよ、結構最後かっこいいよね。これかっこいいのっていうか、ちょっとロックっぽいっていうか、ちょっとこう、うお終わったうわーみたいな。そうそう、だから結構ライブで受けるんですよ。これやると思うんですけど、まあこれ買うわりじゃないから、あどうしよっかなみたいな感じだけど、そう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 ですね、まあ、そんな感じでした。10時になっちゃった。なんかだいたい10時までに朝の録音を終えて、なんか他の仕事とか服の仕事とか始めるんですけど、今日もなんかブログの記事久しぶりに返したから記事にまとめて、で歌詞もね一応ここの記事にまとめたんで、よかったら記事のリンク貼っておくので、歌詞と参考音源と全部まとめました。なのでこの2曲を学ぶにはこのページで足りると思います。で僕もこのページ見ながら勉強して歌詞を覚えていきますね。でもそんな難しくないと思うんですよね。コーラスだし、イコベルデヘダマダマアリアリって言ったら、同じくイコベルデヘダマダマアリアリで、私がサヒラールカランダルマストマス、そしたらコーラスでサヒラールカランダルマストマス、ジュレラールカランダルマストマスって、結構な繰り返しが多いよね。あとなんか先に言ってくれるから、先に言う言葉にこうなんか釣られて言うだけみたいな、アラプネキネシャレバナイエって言ったら、はいみんなでアラプネキネシャレバナイエビカルマテカルマカヤネ、間違えた、ビカルマテカルマカマイエって言うだけですね。同じこと言うだけ、ジェンダービテレダルテヤネ言うだけですね。お腹見カレーじゃねえで、細かい微細な発音はちょっとごめんなさい、勘弁してください。誰か教えてください、指摘してください、間違いを指摘してくださいって感じで、間違いを指摘しながら進んでいきます。間違いを改善しながら、
進んでいきますということで勘弁してください。でウルドゥ語ってね、母国語が何かによってその言語のね、なんていうんですか、難易度は決まるんですけど、聞いてみようか。ウルドゥ語の発音の難易度はどのくらいですか。これちょっと中途抽象的かな。ほう、ウルドゥ語の発音は日本語話者にとっては一部難しい要素を持つことがあります。ほうほう、音の長さ、ウルドゥ語には長母音や短母音の区別があります。これにより同じ文字でも発音が異なる場合があります。長母音と短母音の違いを正確に発音することが重要です。へえ、そうなんだ。例えばどういうことだろう。音節、ふんふん、ちょっと具体的な要求がないとか、特殊な発音、日本語にも発音しない特殊な音が含まれます。例えばファ、例えばザ、どういうことだろう。ザってザラブのザかな。ザ、ザじゃなくてザって意味かな。英語のズイみたいな感じ、ズみたいな感じかな。どうなんだろう。いやでもなんかこうね、ウルドゥ語って話す、すごい広く、あー、いて、ぶつかった。5億人ぐらい話されてる言語なんで、これやっぱいいチャンスですよね。で、結構パキスタンの人も日本に多いし、ちょっと頑張って覚えませんか。で、僕もパキスタンの人にちょっと会うたびに、これどうやって発音するのみたいな聞くと喜んで教えてくれるので教えてくれましたね。で、なのでウルドゥ語勉強してる人がいいと思いますね。もしくはなんか外語大とかでウルドゥ語コース取ってる人とか、もうこれはもう絶好の学びの機会だぞ。というわけで、これなんか、あ、この人ウルドゥ語興味ありそうって人いたらシェアしてください。この放送よろしくお願いします。このページシェアしてください。というわけで、人生すごい楽しくなるんで、もう間違いなく、いやもう本当ね、人間ってね、そういう設計されてるんですよ。みんなでこう楽しむ、芸能に親しむっていう。というわけで皆さんよろしくお願いします。さよなら。